はい、皆さんどうもこんにちは。最近ね、この恋ダンス、逃げるは恥だが役に立つというドラマのエンディングテーマのダンスなんですけどね、本当に最近知りました。ドラマもね、見てなかったので全然知らないんですけどね、このダンスを見た時にとても面白いなと思って自分でも練習を開始しました。全然ね、ダンスは苦手なんですけど、自分なりのね、ダンスができるように頑張って練習をしているところです。一応 YouTube にね、レッスンビデオがいくつかありますので、いろんなレッスンビデオをね、見ながら参考にしています。一応僕はね、この女性の方のレッスンを主に見ながら振り付けを練習しています。とても分かりやすくね、丁寧に教えてくれてますのでね、これを見ながら頑張りたいと思います。を越えてゆけ、人通りを越えてゆけ。